おい、もう7時だぞ。ま、あれ？ラジオ体操に出たかったらもっと早く寝なきゃ。今年の盆踊りの子供太鼓、太陽が当番じゃない？そうだよ。なんだ、気づいてたんだ。この島では小6までに必ず順番が回ってくるんだ。俺はもう3年前から手伝ってっから結構叩けんだぜ。夜の9時までが子供太鼓なんだけど、その最後の一周をやることがこの島では最高の名誉なんだ。僕ちゃんもやるがい。太陽よりうまく立てたら最後の一周やらしてやっから。何それ、俺はどうなんの。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おはよう。どうしたの？はあ、おはよう。朝なのに間違って起きちゃった。間違ってないと思うよ。お姉ちゃん、今日小学校に本を返しに行くんだけど、お宅も一緒に行く？ついでにお散歩もしよっか。うん。なんで小学校に本を返しに行くの？夏休みのちょっと前に担任だった先生に本を借りたんだ。じゃあ今から行くから小学校のグラウンドで待ち合わせね。うんうん。なんかいるかな？やったぜ！なんかいるかな？チェッ！なんかいるかな？チェッ！なんかいるかな？やったぜ！なんかいるかな？なんかいるかな？チェッ！なんかいるかな？チェッ！
よろしくね。もう返したの？うん、返しに行ったんだけど今日は先生いなかった。なんせ借りてから7年も経ってるからね。夏休みの前に借りたって言ってたけど、それっていつの夏休み？まあいいじゃない。ここのグラウンド、お盆になると賑やかなんだ。盆踊りの会場になるんだよ。こっちのみかん畑は塩町桟橋の船長さん家。この島ってどこに行っても海が見えるよね。それって当たり前やん、ビスケット。そうなんだ。あ、島の裏側の海の方って行ったことある？ないよ。こっち森とか向こう浜とか行ってみようか。歩いてすぐ。うんうん。よろしくね。ここは何？あ、ここは板をめくって小川の中を調べると虫が見つかることがあるんだ。どんなやつ？水の中にいるんだよ。なんとかゴロウとか。ゴロウ？飼うには水槽か容器がいるけどね。ゴロウってゴロウ？うん、容器はイチゴのケースなんかでも大丈夫なんだ。そうだったのか。あ、橋が壊れてる。これじゃオタク島の向こうへ行けないやん。ねえ、お姉ちゃんが他の人のことをオタクって呼ぶのはなぜ？ああ、これはね、周りに他の人のことをねえオタクさーって呼ぶ人が多いから、それが移ったんだ。島の子供たちの間でも流行らせようとしてるんだけど。無理だよ。うん、なかなかうまくいかないもんだ。そうだ、今からオタクを布教しに行こう。オタクも一緒に来る？どこに？塩町桟橋の秘密基地。なんだそれ。あれ、なんで知らないの？うん、僕誰にもそんなの教えてもらってないよ。ひどいな。お姉ちゃんはそういうの一番嫌い。許せない。二番目は？かんぴょう巻きも許せない。よし、今日はこれからバシバシ講義に行くよ。秘密基地に行くぞ。あれ、どこに行っちゃったんだろう。漫画姉ちゃんは一人で先に行ってしまった。置いてきぼりなんてひどいよ。私は考えた。もし自分で基地を見つけても今日お姉ちゃんと一緒に行かないと中には入れてもらえない。頑張って今日中に基地を探さなきゃ。そういえばさっきお姉ちゃん塩町桟橋って言ってたな。それとも、かんぴょう巻きだったっけ？
よろしくね。ねえお姉ちゃん、なんでこの場所まで連れてきてくれなかったの？え？だって秘密基地なんだもん。自分で探さなきゃ意味ないよ。はあ？さあ皆の衆、出てこい出てこい。あれ？おいこら出てこい、どこにいる？なは！痛えよ姉ちゃん、ひどすぎる。ねえ、なんでボク君にここを教えてあげなかったの？え？だって秘密基地なんだもん。自分で探さなきゃ意味ねえよ。バラしちゃうなんてひどすぎる。せーの、バラしちゃうなんてひどすぎる。はあ、ごめんなさい。じゃあ紹介しよう。まずこっちは吉田兄弟、俺の親友で吉田商店の守り神、ペタンペッタンのペッタ。そしてこの基地の合言葉担当、弟のジュニア。じゃ。隣はマメちゃん、占いが得意なんだ。マメのは予言だよ。何年生？3年。僕は4年生。俺やペッタンは5年、ジュニアは最年少の2年生さ。でこっちは6年生、プリンセストモコ姫。こんにちは。姫は虫相撲も門決勝負もやらないんだ。門決勝負？ああ、モンスター消しゴムを土俵の上で戦わせるのさ。虫相撲もやってるの？ああ、クワガタやカミキリを門消しと同じ土俵の上で熱く戦わせるのさ。虫相撲は試合がメインだけど、道場でじっくり虫を強くすることもできるんだ。この基地には鍛え道具もあるから面白いぞ。月末の25日にバカでかい大会があるんだ。大会？うん、25日が団体戦、26日が個人戦。へへ、すっごい大きな大会なんだぞ。大きな大会？県？島？じゃあこの辺？そうだ、俺たちの仲間が全員出る立派なでっかい大会さ。やっぱ小さかったか。すっごいじゃない。うん、そうだ。じゃあ僕その大会を目指して地味に頑張るよ。へへ、まあ地味に1回戦通過も難しいだろうけどな。ねえ、その大会ってどこでやるの？教えてほしい。うんうん、ここさ。じゃあお姉ちゃん、いろいろとありがとう。うん、まあいろいろ大変かもしれないけど頑張るよ。
合言葉を言いな。梅干し食べて。スッパマン。よし、中に入れ。試合モードで負けたらその日のうちは同じ虫を出せない。それだけは忘れないでくれ。でも技を覚えることができるのは試合だけなんだよね。じゃあこれでいいかな。じゃあこれでいいかな。頑張って。すす払いだね。いけそう。すくい投げだよ。頑張って。じゃあこれでいいかな。頑張って。いけそう。あれ？頑張って。あれ？頑張って。足引き。負けちゃった。次は私の番ね。勝ってよ。いいぞ。足引き。いいぞ。俺たちの負けた虫は虫交換に出されるんだ。やり方がわからなかったら、とにかくここの机の上のノートを調べてごらん。お、門消し相撲か。うん、僕やってみたいんだ。いいか、まず門消し相撲は土俵の左右を叩いて揺らして勝負するんだ。足以外が地面につくか土俵から押し出されたら負けさ。
ほぼ同時だったら引き分けね。練習と本気があって、本気は3回戦勝負。つまり先に2勝したら勝ち。逆に2敗して負けたら、負けたもん消しは相手に取られちゃうから気をつけな。勝負を始めたら途中ではやめられないぜ。取られたくなかったら練習モードで遊べってことだね。ではもん消し相撲の世界へレッツゴー。最初は俺からだ。俺かな。覚悟はいいか。ひ、その程度。思うなよ。覚悟はいいか。ひ、その程度。当然の結果だな。覚悟はいいか。ひ、その程度。当然の結果だな。ふん、悪く思うなよ。覚悟はいいか。やるじゃねえか。ちえ、覚悟はいいか。預けとくぜ。次は私の番ね。整列。
よし、解散。いるかな？チェ！時間木星が見えるね。夕方光って見えるのは金星だって聞いたぜ。あの船は何してんの？夕方海に出てるのはタコ漁だって聞いたよ。じゃああの空に見えてるのは？今日も日焼けの跡がヒリヒリと痛えぜ。
ボク君、お魚釣ってきた？じゃあ、またお魚を料理してもらいたくなったら、夕方、ここにいるおばちゃんに話しかけてね。ご飯だよ。明日の夜から、キミコちゃんが来るよ。へえ、すっげえ久しぶり。てか顔覚えてない。誰だっけ？あなたは、おじちゃんの兄弟の末っ子の家の子供でしょ？うんうん。キミコちゃんは、おじちゃんの兄弟の2番目の家の子供よ。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕、あっち島の一番奥の岬で古い地図を見つけたよ。すっごく遠くまで見える素敵な場所にあったんだ。ああ、あそこには歌碑があるだろう。島々の縮島に見ゆる水群の生きし跡かな夏草の城ってやつね。いい歌よね。確か読み手は結構怪しい人だったけど。夏草の城か。隣島の水郡城はあの岬からの眺めが一番だね。というわけで、あと2枚見つければ謎の全貌が見えてくる。まあ頑張れってこった。あなたに送るストーリー、目を閉じて読む小説、あなたに送るストーリーの時間です。今月は宮沢賢治のどんぐりと山猫をお送りしています。今日は物語の序盤をお送りします。どんぐりと山猫、宮沢賢治。おかしなハガキがある土曜日の夕方、年度の裁判しますからおいでにさ。飛び止め持たない。いらっしゃい。どう、夏バテ防止にコロッケ。夏の海水浴場といえば熱々のコロッケ。この島に来てうちのコロッケ食べなきゃ。他に一体何食べる。けれども一郎は嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。話をすっと学校のカバンにしまって、はい、前だり。寝床に潜ってからも山けれども、一郎が目を覚ました時はもうすっかり明るくなっていました。表に出てみると周りの山はみんなたった今できたばかりのようにうるうる盛り上がって、真っ青な空の下。ねえ漫画姉ちゃん。何？なんで女の人っておっぱいが出てるの？子供ぶん殴るなんて何考えてんの。私だってまだ子供だよ。何言ってんの。立派なおっぱいして。なんでお姉ちゃんまで叩かれたの。オタクがエロいこと言うから母上とつかみ合いの喧嘩になったんじゃないかよ。僕のせい？そうです、大正解。そうなんだ。いいか、ああいう話はな。うんうん。せめて中学生になってからだ。なんで？それまでは免許みたいなものがないんだ。免許？うん。そうだったのか。うん、わかったよ。
僕の力なら勝てるかな。誰に？母上に。へえ、オタクアホやん。ここの居候だろ。うん、母上と喧嘩したらもうそれでアウトやん。ふーん、大人ってそんな風に考えるんだ。すげえ、私を大人扱いしてるし。お姉ちゃんは大人じゃないの？今は使い分けて。使い分ける？うん、大人がやってることは私もやるし、やりたいし。うんうん。でもお年玉はもらう。あなたに送るストーリー、目を閉じて読む小説、あなたに送るストーリーの時間です。今月は宮沢賢治のどんぐりと山猫をお送りしています。今日はこの宮沢賢治。おかしな話がある土曜日の夕方、一郎の家に来ました。金田一郎様、9月19日。あなたはご機嫌よろしい子で結構です。明日面倒な裁判しますからおいでなさい。飛び道具持たないでください。何枚だ何枚だ、千枚だ百枚だ、もっとくれ、あげないよ。字はまるで下手で、墨もガサガサして指につくくらいでした。あなたに送るストーリー、目を閉じて読む小説、あなたに送るストーリーの時間です。今月は宮沢賢治のどんぐりと山猫をお送りしています。今日は物語の序盤をお送りします。どんぐりと山猫、宮沢賢治。おかしなハガキがある土曜日の夕方、一郎の家に来ました。金田一郎様、9月19日。